本パーだっす。あった。どうも。ポンパーです。こんばんは。あれ、前インストールしたカラオケアプリみたいなのなかったっけ？どれだっけな。あれ、これサービス終了してる、もしかして。普通に いっか、これ。ポケカラか。あ、ポンパーナス。これか。君のすべてを僕の自由にしたくて、ずっと大切にしてたわけじゃない。だから何にも信じられなくなっても、僕を試したりしなくていいんだよ。いいさ、落ち込んで誰かを傷つけたいなら、迷うことなく僕を選べばいい。寂しさの嵐の後で君の笑顔探してあげるよ。君がいたから勇気を覚えて、
知らない場所も目をつぶって知れた。君のためにできることをあれからずっと探してる。全部抱きしめて君と歩いて行こう。君が泣くのなら君の涙まで全部抱きしめて君と歩いて行こう。君が笑うなら君の笑顔まで。人いないの話題だって怖いから、つまずいた目に罰を与えるけど、まぬけなことも人生の一部だぞ。今日の愚かさを笑い飛ばしたい。何かを一つなくした時に人は知らずに何かを手にする。君のためにできることをあれからずっと探してる。全部抱きしめて君の近くにいよう。星になった歌も過ぎた思い出も全部抱きしめて君の近くにいよう。君が黙るなら君に囁いて。あ、バーガーどうも。全部抱きしめて君と歩いて行こう。君が泣くのなら君の涙まで全部抱きしめて君の近くにいよう。星になった歌も過ぎた思い出も全部抱きしめて君と歩いて行こう。君が笑うなら君の笑顔まで。あ、チアリーダーだす、ポンポだす。でもね、やることがないからね、もう歌うしかないんじゃないのかっていう。もう歌うしかないんですよね。S ランク、85点だ。リズム感がすごいって褒められました。うわっ、自分が歌ったやつ聴けるやつや。これ無料でできるアプリです。なんて言うんだっけ。今歌ったやつが聴けます。
あ、徳永さん、クマシャーだっす。やったーです。バレンタインクマシャどうだっけ、どっか行っちゃった。あれ、どこ行った、あれ、どこ行った、アプリ。あれ、これか。音楽がでかい。これね、本当はね、イヤホンやってね、やった方が点数も出るし、本当はなんかイヤホンやった方がいいんですよ。音楽もこれほらマイクに入っちゃうから、だからなんですね、これ。だからね、本当はイヤホンをやった方がいいんだよね。イヤホンをして音楽聴いてそのなんだ、そのマイクにこの音楽が入らないようにした方が本当は音質というかそういうのも良くなるというか、本当はね、じゃあカツンのね、田中聖もね、カツンの田中聖もふわっちたまにやってるんで、もしかしたら見てるかもしれないからこれ歌います。あれ、これどうやった、あれ、ちょっと待って、あ、しまった。ギリギリでいつも生きていたいから、さあ思い切りぶち破ろう、リアルを手に入れるんだ。これはさけ、これはたさけ、これからやすかれ、これがやるかです、それは誰だ、俺はジョーカー、トープなライムで湧き出す、ジョーちゃん、待ち待った、これが俺の壮大、壮大、決めようない、ヤバめなフロアで湧き出す、壮大、レッサン、レッサン、アスファルトを蹴り飛ばして、退屈な夜にドロップキックしたつもり、滑って空振り、おー、適当なノリでバクれて、ありえねえ嘘並べたって世界変えられやしない、夢を語るふりしてれば、なんか大人になれる気がして、舌打ちをした、ギリギリでいつも生きていたいから、ああここを今飛び出して行こうぜ、この涙嘆き未来へのせ、さあ思い切りぶち破ろう、リアルを手に入れるんだ。え、なんか田中聖閲覧今日170って本当なんですか、それふわっちでもう飽きられたんですか、早くないですか、嘘でしょ。でも YouTube やってるよね、朝倉未来とかとツイキャス、あ、ツイキャスだからじゃない、ツイキャスだからだよ。多分ふわっちゃうと思ったあると思うよ。
なんかね、朝倉未来とかと絡む前にそのツイキャスやってたけど、閲覧そんなもんだったよ。だからツイキャスだと埋もれちゃうんだよ多分。ツイキャスだと埋もれちゃうんすよ。なんかさ、ふわっちだと、まあツイキャスだとさ、なんか例えばこれこれさんとかさ、ストプリとか多分あそこら辺って多分すごいじゃないですか、フォロワーとか多分閲覧とか普段。でもふわっちってさ、そんなレベルの人いないじゃん、フォロワーとか閲覧とか。そう。だからツイキャスだと多分埋もれちゃうのよ。で閲覧中にこうさ流れな並んだりするけど、そこの部分でも多分ちょっと埋もれちゃう感あるし。そう。でもふわっちってもっと次元が低いから、次元が低い中ではやっぱりその田中幸喜っていうそのなんていうのネームバリューとか過去のものとかがあるから、そう、過去の経歴とかね。そうだ、埋もれるか埋もれないかだと思う。YouTube とかでも多分埋もれちゃうのよ、田中幸喜だと。だってさ、もっとさ、あの今リアルタイムでやってるすごい芸能人とかも普通に YouTube やってたりするし、他の人が競合すぎるから。そう、で今はさ、なんか朝倉未来と絡んでるから、まだ朝倉未来リスナーが流れてくるから、まだそれなり持ってるけど、多分朝倉未来と、電話いい、なんで俺がいきなり知らない人からの電話を出なきゃいけないな。なんでさ、俺が全く知らない人からいきなり電話をしなきゃいけない。やだよそんなの、興味ねえもんお前に。あなたは俺に興味があるかもしれないけど、俺あなたに興味ないもん。だって俺あなたのこと知らないもん、バカじゃないの。なんか俺がまだとつまちとかしてんだったらまだじゃん、ね、俺がまだとつまち配信ですとか、俺と話したい人かけてきてとかさ、タイトルとかさ、まあ、一言コメントとか配信内で俺が言ってたらまあわかるんだけど、電話いいですかとか。別になんかとつまちっていう感じでもない、とつまち感とか全くこれ出してないのにいきなり電話いいですかって意味がわかんないよね。いやマジで本当にバカなのかなこういう人って思うもん。俺全く知らないもん、あなたも興味ないもん。だってなんで興味ない知らない人と話さなきゃいけないのって。トイレ空いたかな。どうしよう、延長する。次枠にしようかな。どうしようか。まあいいや、とりあえず社長、ああ間違った。よいしょ。ポンパーザス、歌上手ですね。あ、本当ですか。延長するか。
チケットあるからちょっとだけしちゃうか。あ、でもチケットすぐなくなっちゃう。まあいいや、延長しよう。いい声してます。あ、本当ですか。今からでもジャニーズ行けます。いやー、年齢的にきついんじゃないですか、さすがに。それ以外が行けてもね。ヤマピーと同級生、え、そうなんですかね。え、同級生だったっけ。まあでも同じぐらいではあると思うけど。照れてる時髪かき上げる、僕の癖をからかうんだね。寂しい午後まばたきをして、ほらこんなに近くにいるよ。何かを言いかけて、海がおしゃべりをやめる。悩んで沈んだ日々をそばにいればほっとした。ずっと君と生きてくんだね。僕の背中には羽がある。どんな夢も叶う気がする。君を抱いて空も飛べる。嘘じゃないよ。今幸せに触ったみたい。声に出したらこの空気がひび割れるかも。草の匂い背伸びしてかく。そんなとこも瓜二つだね。明るい笑い声、みんな振り向いて見てる。ふと目が合った瞬間、何もかもが自由だね。ずっと君と生きてくんだね。胸に頬寄せて確かめる。どんな辛い未来が来ても二人だったら乗り切れるさ。嘘じゃないよ。今優しさに触って
ポンポンどうも。きっと君と生きてくんだね。胸に頬寄せて確かめる。どんな辛い未来が来ても二人だったら乗り切れるさ。ずずっと君と抱いて空も飛べる。嘘じゃないよ今幸せに触ったみたい。嵐の曲。ゆらり揺れる光一つ、痛み癒やすことなく消える。 I take your life forever. You take my life forever. ひらり落ちる涙一つ、思い届くなく。溺れ落ちた涙の後、時に壊れたら愛はきっと人生に注ぐ夢の愛。こぼれ落ちた涙の記憶、凍えそうな涙の色、すべて奪われたこの世の果てに。悲しみたとえどんな終わりを描いても、心は謎めいて、それはまるで闇のように迫る真実。たとえどんな世界を描いても、明日は見えなくて、それはまるで百合のように。汚れを知らない、願いは透明なままで。トークメールが倒れ花火やった、レンチャレさ、ファイヤー。
まる花に一人何も変わることなく誓う I take your life forever You take my life 届かない声に残る眠る夢の傷跡に残した痛み悲しみたとえわずかな光生まれても嘆きは繰り返すそれはまるで嘘のように消える真実たとえ最後の羽を開いても定めは変えられず百合の花は儚げに痛みは消えない夢なら愛したままでアメンちゃんとグラウタンのグラス奇跡は Windows のグレイツソフトワークソフトにやったふん悲しみたとえどんな終わりを描いても心は謎めいてそれはまるで闇のように迫る真実たとえどんな世界を描いても明日は見えなくてそれはまるで百合のように汚れを知らない願いは透明なままでナイスを押させていただきました。ナイスはもうぶっちゃけもう押されてもなんですけど、あと匿名の方です。こんばんは、クマシャンアドス、バレンタインバレンタインクマシャンアドス、強そうに生きてゆくよりも本当に強くなるために屋上の隅っこで傷ついたその羽を震わせて見上げてる冷たい夜空をイカ様のスリルに溺れて強烈なナイフにぶつかる現実は何なのか真実はどこなのか悩むほど遠ざかる青い星で天使のような悪魔の笑顔
この街に溢れているよ。くじけそうでも迷いそうでも見つけ出す必ず本当の心を。抱きしめた夢の重たさにその胸が少し疲れても大丈夫、この俺が支えててあげるから、迷わずにその夢を信じてろ。天使のような悪魔の声が聞こえてる、お前の胸に罪もないのに苦しんでいる、その心切なく俺を呼び続ける。現実は何なのか、真実はどこなのか、悩むほど遠ざかる青い星。天使のような悪魔の笑顔、この街に溢れているよ。天使のような悪魔の声が聞こえてる、お前の胸に罪もないのに苦しんでいる、その心切なく俺を呼び続ける。
これ僕さっき歌ったやつです。歌ったのすぐ聞けるんですよ。これスランかそってるのに歌うとなおさらかそるな。送れる、いやこれツイッターとかにアップできる、送ることもできるね。でもねこれあんま良くないですよ。これ本当はイヤホンして歌った方がこれ音質いいのよ。まあ、この配信後で公開するんで、それで聞いてもらった方がいいかもしれない。もし欲しかったら。カラオケ行けばいい。いや、本当になんか人に送るんだったらちゃんとイヤホンしてやりたいよね。うん、なんかちょっと不完全な感じ。あ、やばい。いや、カラオケ配信はね、バンなるみたいよ。あ、バンではないのかな、わかんないけど。一日バンだか規制だか落とされるのかな。うん。カラオケ、カラオケ屋の配信は、結構自主規制で、まあ、自主規制っていうか正確にはその、サイバーダムじゃない、なんだっけ。ジョイサウンドか。ジョイサウンドに、からすごいなんか苦情が来てるらしいんですよ、ふわっちに。でそれで、でもジョイサウンド以外の例えばサイバーダムとかハイパージョイとかいろいろ他のサイトある、他のサイトじゃねえ、他の機種あるじゃないですか、カラオケの。そこら辺は多分言われてんだか言われてないのか分かんないんだけど、でも運営としてはさ、どれがあの言われてるところの音源か分かんないし、もう適当にもう全部バンしちゃえみたいな感じなんだよね。バンっていうか規制っていうか、うんうんそう。だからこれずっと言ってるけど、その運営がね、お金、あのジャスラックにお金払ってるから、ジャスラックに登録されてる楽曲、まあ、基本的に日本のね楽曲っていうのは、日本のこう有名な楽曲っていうのは大体ジャスラックにほぼ登録されてるんだけど、だから楽曲を使うことはセーフなのよ。でもそのだから例えばこれもそうだけど、ミッドナイトシャッフルとかも、まあ、もちろん登録されてるから、自分で演奏したりとか、自分でこう歌う分にはこれ問題ないんですよ。著作権法的にセーフなんですよ。ただその演奏側の著作権っていうのが著作隣接権っていうやつなんだけど、それがあって一応法的にはね、だからカラオケ屋の音源とか、例えばサイバーダムだったらサイバーダムに著作隣接権っていうものに触れちゃうから法律的にアウトなの。でもね、著作権って申告罪だから、その著作権持ってる側から言われなければ大丈夫ってやつなんですよ。申告罪ってそういうもんだからさ。でなんかまあその暗黙の了解とかでさ、なんていうの、まあぶっちゃけさ、じゃあ例えばなんかその著作権があるものだとしても、それをなんかこう、あーやす匿名の方スクマシャーです、いや簡単でしょ、別にそんな難しくないですよ。その著作権があるものでも、例えば有名な人にこう歌ってもらったりとか、ゲームにも著作権あるじゃん。ゲームにも著作権あって、ゲームをさこうやるとするじゃん。ゲームをやって、で、ゲーム配信してる人とかもいるじゃん。で、まあ、有名な YouTuber とかだったら大体許可は取ってるんだろうけど、ぶっちゃけ許可取んなくてもゲーム会社が、なんだろう、有名な人にこう、なんか実況プレイしてもらうと逆に嬉しいみたいな、宣伝になるみたいな風に思ってる人もいたりとかして、そう。だから、その場合、逆に嬉しいから、で、著作権って申告罪だから、著作権持ってる人から訴えられなきゃ、これ、法的にはセーフなのよ。そう。で、なんかその、法的にこう、訴えないっていうのと、あとはそのサイトの番ってこれまた別だから、そう、これって別なのよ。当たり前だけど、訴えられたら基本的には負けますよね、 100%。 著作権を侵害してたら、訴えられたら 100% 負けて、まあ損害賠償とか払わされると思うんだけど、そう、それとは別、でも訴えるまでいかなくても、そのサイトに、なんかこう、これね、勝手に使ってるから、サイトにこう削除依頼とか、その著作権者が出したら、まず、運営サイドは、まあ、ほぼほぼ間違いなく、バンしてくると思うんですよ。
で、そうしなかったらなんかその運営会社にも訴えることできるから、その著作権持ってる人がね。そう。あ、ポンポンどうも。そう。でもね、あの比較的だから、そ、インターネットで無料で公開して自分でこうアップしていいですよみたいな、そういう機能、アップロード機能とかいろいろあって、こういうところはまあ基本的に大丈夫、うん、だからもうほらネットにね、そういうのを使っていいですよみたいな、もうその現れじゃないですか、そういうのが、うん、わかる。でもカラオケのあのサイバーダムじゃなくて、どこだっけ、ハイパージョイじゃなくて、なんだっけ、さっき言ったやつ、ジョイサウンドの模型。そうそう、だから YouTuber のピアノはだから自分で演奏してるから、その YouTube ももちろん Google があのジャスラックにお金払ってるんで、だから音源を使うのはセーフなの、うん、だから自分で演奏したり歌う分にはセーフなんですよ。これ全く法的に問題ないですよ。ただその演奏してるもの、例えば CD の音源とかだと、 CD のその音源自体にこう演奏者のなんか著作権とかに触れちゃうから、だからそういうのをアップロードするとアウトなんですよ。うん。そう。だから、あの、逆にだよ。逆に、その、じゃあ、例えば、じゃあ、カラオケのサイバーダムとかが、ね、あの、うちの音源使っていいですよって言ったら、これはもうセーフなんですよ。なんでかっていうと、じゃあ、例えば、ミッドナイトシャッフルに、まあ、これにも著作権あるけど、これは、YouTube にも、ふわっちにも、その運営が、ジャスラックにお金払ってる音源を使うのは、これはもう法的にセーフなんですよ。大丈夫なんですよ。で、あとはその演奏、そのなんだ、ミッドナイトシャッフル演奏してる方にあの著作隣接権とか発生するんだけど、それもなんかうちの使っていいですよって言ってた場合は、もうその音源自体もその演奏自体も両方ともクリアできるから、著作権で、これはもうセーフなんですよ。分かる、言ってること、うん、何回も言ってるけど、あの著作権ってあくまで申告罪なんでね。まあでもそのサイトが独自の基準でその著作権者とかに通報されなくても、なんかこれはなんか著作権持ってる人が許さないだろうなみたいな感じで、あの運営サイトがそのあくまでそのなんだろう、独自の自主規制でバンしてくるサイトはあるとは思うけど、うん、わかる。そう、著作権っていうのはあの申告罪だから、あの申告されなければ罪にならないってやつなんですよ。罰、ペナルティーがないってやつなんですよ。うん。まあいいや、そんな話はいいんだけど。何を取るか。あ、ポンポン渡す。
カレンダーより早くシャツの袖口まくって太陽が近づく気配僕の腕から衣替え青い海波打ち際で君と会いたい裸足の水しぶきポニーテール揺らしながら風の中君が走る僕が走る砂の上ポニーテール揺らしながら振り向いた君の笑顔僕の夏が始まる。録音中ってかこれ勝手に録音されんのよ。まあ録音オフモードもあるんかもしれないけど。教室に日が差して夢の気温が上がった斜め前の君見てると胸が苦しくなってくる好きなんて言えやしないよ後ろ姿に気持ちをつぶやくポニーテール切なくなる夢の中君のすべて僕のすべて一人占めポニーテール切なくなる片思い目と目合えば今はただの友達束ねた長い髪水玉のシュシュ恋の尻尾は捕まえられない触れたら消えてく幻ポニーテールほどかないで変わらずに君は君で僕は僕で走るだけポニーテールほどかないでいつまでもはしゃいでいる君は少女のままでララ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 ラ
チョコのやつです。匿名の方、いいね、どうも。どうしよっか。君の向こうに海が青く透き通るよ、不思議黙りこくった時がほらしゃがみ込むよ、ねえ優しさの意味教えてよ、君の涙に酔っちまう前に、君の瞳に溺れちまう前に、不器用な天使キスした後突然釣れないポーズだね、僕は無遊病さまよう何パーセンだよ、恋はミステリー、人は胸に悲しい謎を隠して生きている、恋はミステリー、誰か僕の胸のナイフを静かに抜いてくれ、涙色、あなたのメールを読みましたら、あの人と別れたってことを聞きたくなかったな、あきっぱりあなたのことなんて忘れてる、そう思ってとぼけてきたみたい、あなんだか急に複雑な感情がこう頭の中をぐるぐるめぐっている、悔しいわ、秋っぽいあなたの性格と意地っぱり意地っぱり、そんな私の性格、風船どうも。
うん、なにこれ。なぞなぞみたいに地球儀を解き明かしたら、みんなでどこまでも行けるね。ワクワクしたいと願いながら過ごしてたよ。叶えてくれたのは誰なの。時間の果てまでブーワープでループな、この想いは何もかもを巻き込んだ想像で遊ぼう。ある晴れた日のこと、魔法以上の愉快が限りなく降り注ぐ。不可能じゃないわ。明日また会うとき、笑いながらハミング、嬉しさを集めよう。簡単なんだよこんなの、追いかけてね、捕まえてみて。大きな夢、夢好きでしょ。いろいろ予想ができそうでできない未来、それでも一つだけわかるよ。キラキラ光って熱い雲の上を飾る星たちが希望をくれると、時間に乗ろうよビューティープで。クールな年頃だもん、寂しがっちゃ恥ずかしいよなんてね。言わせて、手と手を繋いだら、向かうとこ無敵でしょ。輝いた瞳には不可能がないの。上だけ見ていると涙も乾いちゃう。変わりたい心から強く思うほど伝わる走り出すよ。後ろの人もおいでよ、ドキドキするでしょ。ブーワープでループな、この想いは何もかもを巻き込んだ想像で遊ぼう。ある晴れた日のこと、魔法以上の愉快が限りなく降り注ぐ。不可能じゃないわ。明日また会うとき、笑いながらハミング、嬉しさを集めよう。簡単なんだよこんなの、追いかけてね、捕まえてみて。大きな夢、夢好きでしょ。なんなんだこれ。ボカロエ懐かしの。本当です。
ビー Don't say you are lazy だって本当は crazy 白鳥たちはそう見えないところで私するんです本能に忠実忠実本能も従順承知前頭葉よらしいだからたまに休憩しちゃうんですこの目でしっかり見定めて行き先行き地図上をマークしてあればそれがオールはしょれる翼もあればちょっとやっぱ爪割れたグルーで補修したそれだけでなんか達成感大事なのは自分可愛がること自分を愛さなきゃ人も愛せない We don't say you are lazy だって本当は crazy のあたかはそう見えないところにピーク隠すんです想像に一生懸命現実は絶対絶命発展途中らしいだから不意にピーチ外れるんですその目に映らないだけだってやる気はメーター振り切って いつでも全力で夢見てその分全力で眠って やりちょい痩せた調子づいてくったそれだけでなんで敗北感すかさずに目標を下方修正して柔軟に臨機応変七変化が勝ち We don't say you are lazy だって本当は crazy クジャクたちはそうここぞというと機微を見せるんですGo the road, machine, machine 願望は送信レジ誘惑と発射しだからやけに意識砕けちゃうんですやば。やば、まさかレポイヤーギリクリア。それだけでなんて全能感。大事なのは自分認めてくこと自分を許さなきゃ人も許せない We don't say you are lazy だって本当は crazy 白鳥たちはそう見えないところで私するんです本能に忠実忠実本能も従順承知前頭葉よらしいだからたまに休憩しちゃうんですなんかいろいろやばいな。いろいろやばい。これ昔ね、ニコ生とかで結構みんな歌ってたっていうか流してたっていうか、そんな曲ですよ。まあ、春日とかね、軽音とか、ここら辺はもう、そうっすよね。うん。もう本当に10年前ぐらいに流行ったというか、ネットの中で。10年まで経たないぐらい、7、8年前ぐらいかな。まあでも10年ぐらいか今の若い
太鼓ってさ、下手したらここら辺知らない可能性あるからね。ここら辺の下手したら知らない子結構いるんじゃないのか。10年ぐらい配信してますね、なんだかんだ。懐かしいですよ。なんか昔のニコ生とかさ、なんだろう、なんかアングラ、なんか配信ってのがアングラな世界だったから面白かったみたいなあったんだよね、うん、なんか配信ってアングラな世界だから面白かったみたいな。でも今ってなんか配信自体がアングラな世界じゃなく、本当に拡散力ある、もう知名度とかいろんなものを手に入れた YouTuber が現れで、結局その人たちと結構比較する人もいるわけ。俺も結構そうだけど、なんか素人がやってたから面白かったみたいな感じだったのに、昔その素人から始めた人がプロになってきて、だんだん世の中でプロと言えるような人たちが生まれてきて、稼ぎとか知名度とか発信力とか、なんか変わってきたよね、いろいろ。アングラだったから面白かったみたいな時代があったんですよ。でも今って結局そのね、素人だったやつがプロみたいになってきて、一部の人がね、一部の人が、でなんか結局そのなんだろう、プロっぽい人に流れちゃったみたいな、みんなが、プロっぽい人を好んでみんな見るようになった。もちろんその配信の視聴者みたいなのも圧倒的に昔より増えたろうけど、でなんかそのまださ、なんか時代に取り残された人たちが生配信に残ってるって感じだと思ってる俺。昔はなんかそのね、生配信のニコ生の素人だから面白いみたいなところがあったんだけど、なんかもう今時代はとっくに YouTube になって、その時代遅れのなんかもう取り残された人たちが生配信見てるって感じ。まあもちろんその YouTuber もね、どんどんなんか芸能人っぽくなっちゃってきてるから、なんかもう素人感がだんだんなくなってきてるから、本当のガチの素人を見たいっていう人もいるんだろうけど、そういう層も絶対いるからね、まあ、そういう人たちもいるだろうけど、基本的になんかニコ生とかなんかフワッチあたりはなんかそういう時代遅れの人たちが見てるみたいなイメージがある、ツイキャスとかはまだね、コレコレさんとかがいるから、コレコレさんがなんか YouTube からリスナー引っ張ってきてるだろうからね、結構比較的まだなんていうの、そのニコニコとかフワッチってそういうなんか YouTube から引っ張ってきてる人がいないから、なんか昔からほんと取り残された人が見てるってイメージがある。YouTube もつまらない。あ、でも最近ほんとつまんなくなってきたよね。なんか最近もうネタ切れ感あるし、最近 YouTube ネタ切れ感あるしさ、なんか YouTube もなんか最近面白くないっすもん、あんま。面白くないけど他に見るもんがないから見てるって感じじゃない、なんか過去の、まあ、ヒカルとかもそうだけど、なんか過去のさ、なんか祭りくじの闇を暴くとかさ、まあ、有名なやつだと、なんかもう過去のはちゃめちゃしたみんなが見たくなる動画を連発して、でそういうことをなんかする人だから、なんかこうみんななんか注目して、でトーク力とかもあるからさ、なんだかんだそういうのでなんか
一回ファンになった人がなんか残ってるって感じ、うん、でも結局その残ってる数が多いから、そうなんか結局スター扱いされて、なんかそのもう稼ぎもさ、知名度とか発信力もそうだけど、もうスター扱いされて、そのスター、結局そのスターみたいになっちゃってるから、そのスターの、あの日常みたいな、うん、そんなスターとかが普段何食べるんだろうみたいな、吉野家の牛丼食ってみたみたいな感じで、もうみんな見たくなるみたいな、え、こんなお金稼いでても吉野家牛丼食うんだみたいな、そのなんか質素ななんかね、あの感じのところにこうギャップが生まれ、なんかそういうのでも見れるみたいな感じじゃないですか。なんかほんとしょうもないことやってても、なんか他に見るもんないし見てるみたいな、そんな感じじゃない、なんか YouTuber とか今も、まあ生配信とかもそうだと思う。なんか別にみんながみんな面白いと思って見てる人いないと思うんですよね、あんまし。他に見るもんないし見てるって感じでしょ、うん、なんかね、企画っぽいこと、なんか面白い企画とかやってるんだったらまだしも、なんかもう別に見るもん、なんか大したことやってなくてもさ、もうそれこそ家で喋ってるだけとかでも、なんかもう他に見るもんないし、今こいつのこと気になるから見るって感じじゃないですか。なんか面白い展開なんないかなとかワクワクしながら、でもなんもなんなくて、結局つまんねえなと思いながら、そいつに気になっちゃってるから、その人のことが気になってるから見てるみたいな感じじゃないですか。他に見るもんないし、江頭がその方向に行ってる。何が、あああの、うん、いやてか江頭とかさ、なんかドカって最初言ったけど、でも結局継続できてるよね。俺も結構時々見るもん、うん、マック食べてみた、いやあれは違うでしょ、江頭のマック食べてみたとか、あれ全く違うジャンルよ、うん、なんだろう、まあ分かるよ、そのなんか結局芸能人がマック食うんだみたいなとこもあるんだけど、確かにそういう要素もあるんだけど、江頭はなんかあのマクドナルドはなんか人間の食い物じゃないとか、こんなもんなんか食えないわとか、なんかもうボロカス言うじゃない。一応ね、あの芸能人でありなんか発信力もあるのに、そんなもう大手企業にさ、あんな喧嘩売るっていうか、忖度なしでズバってなんかもう辛口で言っちゃうから、でそれが面白いっていうんで、なんかもう見てる人多くない？あれは結構なかなかできないよね。知名度ある人がなかなか、しかも一応芸能人なわけだから、なかなかあれがみんながみんなできないから、あれ独自の路線でいけてるよね。みんなと同じことしちゃうと結構埋もれちゃうけど、まあ言うても江頭も一応芸能人だから、芸能人で多分あれできる人っていないと思うんだよね基本的に、うん、マクドナルドクソまずいわこんなのとか普通に言うからね、うん、こんなの人間の食い物じゃないよとかさ、そんなのもうマジでさ、ボロカスじゃん。そこまで言う、いやあんま口に合わないなとか言うぐらいの人はいるかもしんないけど、人間の食い物じゃないとか言い切るやつとかいないと思うよ芸能人で。一応江頭だってそれなりに有名な芸能人じゃないですか。まあもちろんキャラとか的に言ったらちょっとなんていうの、そういうの許されるでもないけど、うん、なんかそういうね、そっち系のキャラではあるものの、一応発信力とか拡散力はあるもんだからさ、そう、人間の食い物じゃないわさすがにさ、ここまでボロカス言うんだと思ったもん、まあ、普通にまずいとか言うのでも相当多分きついと思うよ芸能人とかだと、有名な大手のあのねものをさ、まあまずいっていうのをなんか口に合わないなとかそんなでもないとかっていう風に言う人はいるかもしんないけど、言葉を選んでね、うん、普通に超ストレートにボロカス言うからね、宮迫の焼肉屋くらいやばい。あ、なんか宮迫の焼肉屋がオープンした時に江頭が行くらしいよね、うん、でなんか行ったら行ったで、あの忖度なしで、あのまずかったらまずいって言うみたいなこと言ってた、なんか YouTube チャンネルで言ってたけど、なんかオープンする時言えよ俺行くからみたいな、なんかメールじゃない Twitter 送ってたよ、うん、あ、KP どうも宮迫の焼肉屋か。なんかさ、宮迫さ本当に金ないとか言ってるよね。本当に金ないのかね。宮迫だってさ、結構稼いでたと思うんすよ。普通にさ、ね、なんだろう、年収1億ぐらいあったっ
って言われてるよね。あの芸能人時代にそのまあもちろんね昔からずっとじゃないけど、まあ後半の方とかはもう年収1億ぐらいはあるって言われてて、まあ税金で持ってがね半分持ってかれたとしても、まあ、5000万は入ってくるわけ。お金残ってないのかね。まあでも入ってきたらやっぱ人って使っちゃったりする人結構多いと思うし、どういう金の使い方してたんだろうなみたいな。まあでも結構さ、なんか後輩とかにもなんかその大盤振る舞いしてたみたいだよね。なんかバー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 なんかめっちゃ送って、ああ、おごって、そう。なんかもう後輩集めて、なんかみんなになんかもう飲み代出したりとか。まあでもそんな使い方したら確かに入ってくる金もでかいけど出てくる金もでかいけどさ、でもそんだけあって残ってないのかなとはちょっと思うけど。だって年収1億で半分持ってかれても、まあ、5000万って、まあ、月に、ね、直すとまあ500万くらいはあるわけじゃないですか。その年あの月収っていうかその使える金というか、1ヶ月300万仮に使っても200万ずつは残ってくけどね。で仮にねそれを5年繰り返したらまあ貯蓄もそれなりにはできそうな気もするんだけど、まあ家買ったりとか車買ったりとか、あと宮迫時計が好きなんだよね。あそうか、高い時計とか買いまくってたからそれで結構ないのかもな。宮迫とかさ、もう何百万するような時計とか普通になんかすげえ好きだもんね。YouTube でなんかやってたけど、まあでも確かにわかる、金稼いだら稼ぐだけ使っちゃうのはわかるわ。まあそうだよね。大王製紙のねあの人もさカジノでなんかもうめちゃめちゃ年収、自分の個人あのさ会社のあの利益じゃなくその自分の個人的なあの会社からの役員報酬だけでも 5億6億ぐらい多分あったんだっけ。でもなんか結局なんかその自分の給料だけじゃ物足らず会社の金使い込んでなんか200億ぐらいだっけ、いかだっけな、なんか何100億だか200億だかカジノで使っちゃったって人もいるしね。小室哲哉とかもなんかあの年収100億ぐらいあったらしいんだけど全盛期でも、その金をなんか全部海外のなんかあのね音楽なんか海外の音楽活動するっつね、そういうなんかそっちにお金使い込んじゃって結局失敗して借金まみれになったっていう、まあ帰ってきてもねあれだけ使っちゃう人もいるからな。まあ俺も昔めっちゃ稼いだけど協定でなんか一瞬で溶かしたりとか FX で溶かしたりとかしてたからな。まあすごい気持ちはめちゃくちゃわかる、確かにめちゃくちゃ気持ちわかるわ。まあでもどうなんだろう、あの人たちってさもうある程度なんか安定した金が入ってきてたのもあるけど、俺の場合も安定した金じゃないっていうのが分かってたから、昔ふわっちでドカって稼いでもこんなのずっと続かないなとか、ほんと投げられるか投げないかでもう激減するし、こんな安定収入じゃないっていうのはあったんだけどね。だからちょっと不安だったっていうのもあるんだけど、不安だからなんかちょっとギャンブルに走ったみたいなのもあると思うんだよね。でもあの人たちももちろんその、ずっと人気があるわけじゃないかもしんないけど、言うてもなんかねえアホみたいに使わなければさ、小室哲哉なんてだってもうね年収100億とかあったらさすがにアホみたいに使わなければ一生食っていけるわけで、それぐらいの金があってもさ、まあ大王製紙の人もそうだけど、それでもアホみたいに使っちゃうなくなっちゃうっていうのがすごいよな。あの人たちは生涯その金額稼げなくても若い時に稼げる時で稼いで貯蓄しとけばもう絶対アホみたいに使えなきゃ絶対一生食いっぱぐれない金はもう手に入れてたのに。
チョコもらえた。出ないっす。まあでも確かに金銭感覚は狂うよね。うん。だってそれはさ、月収20万30万のサラリーマンとね、1ヶ月で1億稼ぐ人の金銭感覚が一緒なわけがないから、ね、うん一緒なわけがないもん。だって環境とか何も違うじゃん。やってる仕事とか入ってくる金とか何も違う、全部違うから。環境が違ければ全く同じ考えになるわけがないから、ね、月十何万とかでやりくりしてる人もいるからね、バイトとかで。月十何万でやりくりしてるバイトだからしたら、1万って多分とんでもない大金だと思うね。でも月収1億の人からしたら、1億なんてもうぶっちゃけそんなはした金でしか。食べログ作った人は3億稼いで引退するって、3億稼いで引退する。あ、でもさ、食べログとかそういうの作った人も賢いよな。食べログとかさ、価格コムとかさ、ホットペッパービューティーとかあるじゃないですか。ホットペッパーとか。ああいうの作ったやつってすごいよね。で、しかもちゃんと客ついてる。価格コムとかもそうだけど。ああいうサイト作れればマジすごいよね。で、ちゃんとみんなが見るようになればさ。だって相性があったりとかして、その、すごい数の人が見るととんでもなく稼げるよ、そんなの。加盟店からね、がっぽりその加盟料取れるし、プラスね、広告とか貼っとくだけでアフィリエイトでいくら稼げるんだって話。だって俺的ゲーム速報のジンさんとかが、ただのまとめブログよ。あんなのただ2ちゃんの天才のさ、まとめブログやってるだけで年収1億なんでしょ。アフィリエイトの収入でやばいよね、うん、あのレベルの、まああのレベルっていうか普通にすごいけど、あのレベルのまとめブログとかでそんな1億あるんだから、うん、もっとさ、なんていうの、もっとみんなが見るようなサイトってあるじゃん、あれよりも。まあ価格コムとかさ、まあ個人とかでやってるんだったらないけど、あ、ポンポン出す。まあさすがにね、ヤフーとかグーグルとかのポータルサイトとかはもうみんなの見てる数が違いすぎるけど、まああれはまあ完全に企業でやってるもんだしね。しかも大規模で。まあまとめブログとか完全個人でやってるもんじゃないですか。すごいよね。ああいうのを構築して本当にみんなが見るようになったら、マジでアホみたいにボロ儲けできるよ、本当に。だちくわちゃんランキングとかもそうだよね。ちくわちゃんランキングとかもさ、なんか今見てる人結構減った気がするけど、わかんない、どうなんだろう、今見てる人いんのかな。ニコ生全盛期の時とかはね、あれほんとうまいこと考えたなって思うよ。ニコ生にさ、そのなんか閲覧数みたいなランキングがなくて、だったらなんか他のサイトが作っちゃおうっていうんで、あ、規約じゃない、法律かなんかに触れるとかってね、運営が独自でやんなかったんだよね。なんかそんなこと言ってたよ。でもなんか今普通にあるけどね、ふわっちとかツイキャスとか閲覧中に。あれどうか、なんかその法律が改正されたんだか、なんか抜け穴やってんだか知らないけど、詳しくは。そう。閲覧順に、人気順にランキングがないんだったら、全くの、他人ね、赤の他人、第三者がそれを作って、で、なんかみんなが見るニコ生の、なんかその閲覧順とか人気順に並べたら、なんかみんなが見てくれるんじゃねってやってて、みんながほんと見てたからね、当時ニコ生見てる人とか。結構な人が見てた、ニコ生みんな。で、そこにアフィ貼っとくだけで、いくら稼げるんだって話だよ。
今は YouTuber の切り抜き、そうだね、今は結構そっちだよね。そうだから、まあ要するに他人のコンテンツというかを、まあ、転載して稼ごうみたいなやつだから、まあ要するに人のふんどしで相撲を取るでもないけど、うん、そう、まあその今で言う、結果今はなんかその YouTube のね切り抜きとかが流行りだけど、うん、まあでも YouTube なんて昔、うん、そう、ほんとそういうサイト作れればもう億万長者ですよマジで。うん、大規模な、もう本当にそういうさ他人頼りのサイトでもみんながこう見るような、見られるようになればマジでもうボロ儲けっすよ。いや中にやっぱ企業で作ってる人もいるけど、もし個人で作れたらもう利益全部独り占めだからね、うん、個人でもし作れたらさ、俺的ゲーム速報のジンさんとかはあれ個人でやってるわけでしょ、うん、1億ぐらいらしいからね。なんか今はいくらか知らないけど、昔は1億って言われてた、今は減ったんだか増えたんだか知らないけど、うん、他力本願は悪いことじゃないかな。そうでもないでしょ、まあ別に悪い、なんかよくいいイメージを持ってない人もいっぱいいると思うし、一回なんか裁判みたいになったよね、なんか2ちゃんの前だっけ、あの裁判って確か、うん、なんかその転載してるから著作権を違反だとかっつうのをなんか訴えられたらしいんだけど、でも結局なんかそのリスナーの書き込み自体はそのなんだろう、そのサイトを作った人の著作物ではないから、みんなの意見だから、だからそれ、その書き込みをなんか切り抜きでこうね、転載してもそれはなんか著作権法違反に当たらないみたいな、多分そんな判例だったと思うんだけど、だから確かあれ訴えた側が負けたんだよね確か、要するに2ちゃん運営側、うん、そう、まあ確かに、うん、自分がね作ったものじゃないからね、そのリスナーのコメント自体はその人たちの意見だから、それを自分の著作まあなんか正直微妙なラインだとは思うけどね、人がなんか作り上げたサイトでなんか2チャンネルがなかったらそのみんなの意見出ないわけで、そう2チャンネルがその集客した人たちの意見をなんかこうそれをなんか切り抜いてなんかまとめて見やすくしてみたいな、なんか2チャンネルがなければそのコメントたちないし、2チャンネルのなんかもうこうあれじゃないですか、ものっちゃものな気もするから、なんかまあ正直微妙なラインだとは思うけど、まあでも理論的にはね、そのサイト作った人の意見っていうかそのものではないから、みんなの意見だからみたいな、でもそれをありにしたらさ、もう何でもありになるんじゃないのみたいな、何でもっていうか結構いろんなもの転載できるんじゃないとは思うけど、うん、だってさ、まあ掲示板ってあるじゃないですか、で掲示板をなんかいっぱい見るところ、まあ2チャンネルなんて特にだけど、みんなが見る掲示板、みんなが書き込む見る掲示板をさ、なんかこう、まあ正直嵐とかさ、なんかしょうもないゴミみたいなさ、なんか見たくもないようなしょうもないコメントとかあるじゃん、でそうするとこうスクロールしていくのとかもうめんどくさいじゃないですか、だったらなんかもうみんながってイライラしないしみたいな、あとなんか見やすいしみたいな、うん、だからなんかこう2チャンネルの本物の2チャンネルよりも2チャンネルまとめサイトの方を見るって人も結構いるじゃないですか、うん、なんかほんとしょうもないコメントするやつとかってやっぱいっぱいいるじゃない、匿名なのもあってさ、そんなしょうもないコメント省いて
いいようなコメントだけを抜粋してさやれば、そっちの方がやっぱ見やすいからいいよっていう人も世の中いっぱいいるもんね。どれもどっちかっていうと、なんだろう、なんかまとめサイトとかの方を結構見るようになってるからね。どっちかっていうとその元のサイトよりもなんかくだらない書き込み多いからさ、やっぱ元のとこって。でそれでなんかまとめサイトとかでなんかこういいようなコメントだけをなんかこう見つけたら、あ、どんな実際のその元のなんか書き込みはどうなんだったのってね、なんか元のとこ見に行ったりとか。でも元のところはあんまなんか先に見なくなったっていう か、 なんかそういうのはあるよね。そう、あれ自動で抜粋するらしい。え、嘘、そんなことできる。いや、なんか良さげなコメントとかをさやっても喧嘩あるんじゃない。やっぱ自分のね、あの人間のこう目で確認して考えてやんないと、まあでも手間かかるしね。まああと人間のその人のこうなんていうのさじ加減もあるとは思うんだけど、こんばんは時間の短縮だからそうなの。え、でもさ、それをさ、あの AI でさ、あのうまくさ、あの抜粋してさ、なんかそのうまく製造マシンじゃん、まあそれを自分でさこうやってさ切り抜いてたらさ、まあ手間かかるじゃん、いちいち、あ、このコメントいいな、あ、このコメントいいなってんでさ、あ、このコメントにこの返しうまいな、これじゃあこの元のあのいいコメント、そのなんか返しがいいコメントがあって、じゃあこの返しがいいコメントを載せたい場合、こっちの元のね何かに対するこのレッスンのやつだから、この元のやつが大したことなくてもその流れが分かるようになんかこっちのも載せとこうみたいなさ、そういうのをなんかこう手動でやってったらさ、結構時間かかったりだるかったりすることもあると思うんだけど、それをさ機械化したらさ、自動化しちゃったら手間省けて、でそれでいてなんか見る人がいっぱいいるんだったら本当にお金が自動的に湧いてくるっていうか、一回そのシステムを構築しちゃえばマジで金のなる木みたいになるよね。バレンタインもらいました。リアルチョコはもらってないですかね。リスナーからチョコのアイテムはもらいましたけど、チョコという名のお金なんですけど、抜粋のセンスが必要。あー、まあまあまあ、わあ、ちょっと待ってください。お願い社長、ちょっとだけやるんで。ちょっとスタミナ的なやつを消化しとかないと。でも YouTube 飽きた。ああ、まあだから YouTube はね、本当なんかもうやり尽くされた感あるよね。結構昔みんながさ、特にはじめ社長とかだと思うんだけど、有名ところで言うといろんなことやってたじゃないですか。なんかあのハングリー精神みたいなのもなくなってきてる気がするし、もう売れてきた人っていうのは、あともう張ってチャレンジするみたいなさ、そういうやつあったじゃん。まああとその体張ってチャレンジするだけじゃなく、そのチャレンジする内容、企画とかもなんかそのなんか素人ができそうな中でも、あ、なんかテレビがやる規模ではないんだけど、なんかこうでも素人でここまでやるかみたいな、そんななんか体の張り方というか企画力というか。
そんなのがなんかなくなってきましたよね。埼玉のひろゆき見ながらいます。ああ、俺でもひろゆきさん似てるとかね、結構たまに言われたんすけど、昔ね、今でもすげえたまに言われますけど、うん、すごいたまにっすけどね。誕生日配信何時から誕生日配信とかやっぱ、まあでも誕生日配信はね、確かにあれですよね、アイテムが飛びやすい可能性は高いので、普段よりかはまあ確かにやるべきかなとは思うんだけど、やっぱ稼ぐためには、まあそうだね、誕生日配信はまあするとは思うんですけど、何時からかは分かんないですけど、まあでも長めにやった方がいいかな。本当最近あんまり稼いでないから、稼ぎ時の時にはねやんないときついかもしれないんで、でも、もう僕も36ですよ、うん、マジで早いわ。あっという間。俺が配信始めて、あ、ポンポン出す、俺が配信始めたと多分25、6ぐらいなのよ。24だったかな、24だったかもしんない。あ、でも俺確か免許取ったのが26だったんだっけな。で、免許取ったのって、まあその10年の流れからしたら結構初期の方かもしんないけど、でも配信始めてからそれなりに経ってからだったと思うんで、多分24ぐらいかな、24ぐらいから、や、多分24からだ、配信やったの。なんかクリック証券のさ、あの1000万キャンペーンの時と、あ、わかんのよ、うん、クリック証券のあの1000万キャンペーンっていつ、誰か調べて、うん、クリック証券のさ、あの1000万でなんか25万もらえるってやつ、あの1000万をあのクリック証券口座に入れて2ヶ月だか3ヶ月あのただ口座の中入れといて、あとちょっとだけ、ほんとちょっとした取引するだけで25万もらえるっていうキャンペーン、いくらもらったんだっけ、あとなんかその初回取引のいくらか取引したら1万もらえるってのと、あと25万と、あと自己ワフィー合わせて多分27万ぐらいもらったんだよね、あれ。それ以上に損したけど、その後、うん、誰か分かります？イカゲソ定食屋さんもうなくなっちゃったよ、とっくに、とっくに、うん、もうとっくにそんなんないっすよ。誰も調べてくんないんですか、うん、クリックの1000万のキャンペーンいつだが、てか今残ってるリスナーで
その1000万キャンペーン自体を分かってない人ばっかだからかな。あのキャンペーンいつ検索してみるか。ちょっとトイレ行きたいけど行くのめんどくさい。クリック証券懐かしいね。もうクリック証券でもずっとやってないわ。1000万キャンペーン、1000万キャンペーンではないんだけどね、正確には最大1000万のやつだ、ね、慎吾さん痩せました。本当っすか。なんか言われたんだよね。なんでだろう。あれこれってあの子かな最近配信してなくないっすか、うん、あれこれ1000万のキャンペーンって いつまで いつまでじゃねえ、1000万キャンペーンっていうか、なんて言ったらいいんだろう、なんか最大1000万までなんか年利 15% だかなんかをもらえるってやつなんですよね。年利1000万キャンペーンだと出てこないな。なんて検索したら出てくるんだろう。なんて検索したらいいかな。年利 15% キャンペーンとかで出てくるかな。 15% だったっけ、確かそんぐらいのはず。あ、来た。年利 15% 相当の現金プレゼントキャンペーン、これだ。キャンペーン期間、2010年6月14日から2010年7月17日までってある。で、これ俺ね、確かこのキャンペーンの結構、あの終了2週間前だか3週間前ぐらいに俺は初めての配信したんですよ。の口座に入ってる状態 で FX 取引配信をしてたから、ってことは2010年の多分7月ぐらいなんで、俺が配信したの、初めて配信した。え、っていうことはもう12年近く経ってるんだね。11年ちょっとぐらい、もう11年ちょっとぐらい経ってるよ。11年半ぐらい。11年半より経ったぐらいか。今もう2月だからね。俺配信歴11年半じゃん。でもそう考えたらすごいな。なんかさ、結構長えなと思ったけど、でもさ、なんかさ、あのジャニーズのさ V6 とかさ SMAP とかさ、なんか KinKiKids とかもそうだけど、なんか 10周年とか15周年とか20周年とかやるじゃない。そう考えたらどんだけすごいんだよって感じだよね。俺も配信歴相当長いなとは思うけど、俺でも11年半ぐらいなんだよ。15年20年やる人ってやばいね。タモさんの笑っていいと思うとかどんだけだよ。あ、俺何歳の時だ ?2010年の7月ってことは、俺何歳、誰か計算して。2010年の7月。俺ね、昭和61年、西暦1986年の2月26日誕生日で、今35で、あともうちょっとで俺36になるの。2010年の7月の時は俺何歳、22だって22の時こういうことやってたなって分かるもん、なんかなんとなく。
だから純粋12年前か。だから今2022年での2月26日誕生日で、でまだその誕生日来てないから、誕生日来てない12年前か、ちょうど今の今の年の 12を引けばいいんだ。でこの2010年の7月もまだ誕生日来てないから、そのあれの25ん待って、俺35でしょ。35のあれ3524じゃね、あれ合ってるかな、うん、合ってる、あれ、うん、あそっか、2022年で年は変わっちゃったんだよね。ってことは11を引けばいいのか。11を引けば35だから、あほらやっぱ24だ、合ってる、24だ、そうだ24歳だ、24歳が初配信だよ。正確には24歳と5ヶ月ぐらい、24歳と5ヶ月ぐらいで俺初配信やったんですよ。いや合ってる合ってる、うん合ってるわ、うん、そうだ24歳と5ヶ月ぐらいで配信したんだ俺。なんか自分の配信した時がさ、あのこのクリック証券のキャンペーンやってた時だからさ、検索すればそのキャンペーン出てくるからさ、それでいつ配信したか分かるってのはすごいな、なんか、うん、24歳、11年半ぐらい、11年と3ヶ月ぐらい配信やってるんだ。いやでも今思えば本当いろんなことやってたなって思うよ。なんかさ、本当に配信初期の配信、俺の配信初期の配信と今の配信ってマジで全然違うからね。全然違うから。昔の配信とか、まあもちろんその、俺だけじゃなく周りの配信者とかもそうだけど、空気感とかもそうだけど、何もかも違ったからな。なんか昔の配信を今思い出してるけど、マジで本当に配信界の空気感がめちゃくちゃ変わってるよね。そうか、俺そんな前からやってたんだね。2010年ってやばない ?2010 年って何流行ってた？歌とか何が流行ってたんだろう。配信開始かなり初期のぐらいで、あのパフュームのね、ボイスって曲があるんだけど、あれあそこら辺が結構聴いてたな。なんか結構出たばっかで、まあ、配信してから確かちょっと経ったぐらいだと思うんだけど、ポンポン出す。あのね、みんな絶対知らないと思うけど、あのニコニコ動画でカサスっていう名前で踊ってみた動画を上げてた子がいて、俺その子の踊りが大好きで、でその子がパフューム大好きなんですよ。で俺もともとパフュームとか全然好きじゃなかったんだけど、その子がパフューム大好きで、まあそれ以外もアニメのなんか曲とかいろいろ踊ってたのよ。例えば青函飛行とか、まあハレハレ愉快とかも踊ってたけど、うん、ハレハレ愉快じゃない、最強パレパレードっていうなんか春日の曲なんだけど、まあいろんなのなんか踊ってて、でその子がパフューム大好きで、でなんかパフュームのね、あのダンスとかも結構踊ってて、それで俺なんかその影響でパフュームちょっと好きになって、でそれでなんかね、あの配信しだして、なんかパフュームの曲とかもちょくちょく流してて、
でそれでなんかね、そのうーん、俺が配信してからちょっとしたぐらいにそのパフューのボイスって曲があってね、その曲を結構ちょくちょく流してたんで、あそこら辺か、そう考えたらパフュームとかももうすげえ古いっていうか結構前にデビューしてるんやな。パフュームに逆ナンされましたと思うんだけど、嘘つけよ、何言っとんのお前、そんなわけないやろ。懐かしい。これ結構配信で流してたもん。マジで初期だよこれ。本当に俺が配信した本当初期の頃。デビュー前に本当かよ。デビュー前ってクソ前だよ、だって。だってこのボイスもあれですよ、デビューしてからな、結構何曲、ね、何曲目かでかでしょう。 Perfume のデビュー曲ってあのあれじゃん、ポリリズムじゃないですか。ポリリズム、次なんだっけ、ポリリズム、あ、そう、レーザービーム着メロにしてたね、確かに懐かしいな。
はね、AKB って篠田麻里子から知ったし、てか当時そうだよね。あのさ、当時のほんとね、ある程度最初の方から見てる、あ、知ってる AKB ファンはそうだと思うんだけど、だいたい一番最初って篠田麻里子可愛いなと思って、それでなんか AKB 知ってった感じだと思う。最初って篠田麻里子から入った人多いと思う、うん、いや本当の初期から入った人は多分違うんだろうけど、だって篠田麻里子って後から入ってるから本当の初期面ではないから、あの元々相性なんか、あのなんだっけ、あの AKB カフェで働いててファンの人たちの声でなんか途中から入ったから。でもその一番最初の初期ってそのマリコ様入ってなかったけど、でもそのマリコ様が入ったのもそんなに後じゃないから、で結局でもさ、なんかそのビジュアル的に当時なんかその篠田麻里子が一番なんか可愛いというか綺麗みたいな扱いされてたから、うん、なんかその本当の初期じゃない方、本当のガチ初期じゃない、ちょっと遅れての初期ぐらいだと、あの多分篠田麻里子から AKB 入った人多いんじゃない？うん、あ、ポンポン出す。本当の初期からの人は違うけどさ、うん、当時俺篠田麻里子のコスプレとかやってたからね。あ、か、違う、篠田麻里子のコスプレじゃない、篠田麻里子の髪型とかしてみたい。まだ多分その残ってると思うよ YouTube に。これか、これやな、あった、これだ。ほら、篠田麻里子の髪型にしてくださいって言って美容師にしてもらった時のやつ。髪の毛が今よりある。出てってくれ、もういいから。うちを出てってくれ。お前もう自分のそじゃねえから。出てってくれ、暖房つけっぱねえで。いや、僕つけて。何かけてんだよ、篠田麻里子の髪型。一晩中、暖房ついてんだよ。消します、今消します。頭くるね、働き虫めで、親の金さんに頼がって。親の金さんと頼がって。もう多分これ10年近く前だと思いますよ。お前なんか出てってくれよ、本当にいらねえからもう。はいはい、出てってよ。え、してねえよ、誰も。今消す、何そっち行ったんですか。今と変わらない。あの、バックス、あ、この頃ほら、まだソファーベッドがあったんだよ、ほら。これね、あのね、カインズホームかどっかで、無印良品だ。カインズじゃないわ。無印良品でソファーベッド買ってきて、で、あと壊れたんだけど、まだ壊れてないときだ。ちなみにソファーベッド買ったときに、くそ怒られたけど、ずっと布団だったんだ。何でしょうか。
分かったよ、あっち行ってマジで。出てってね、嫌だから。お部屋にされちゃう、とてもじゃないかな。あんだけ綺麗にしたのに。この間もそう言って片付けない。全然。これなんかこんなとこでやったんじゃね。分かった。逃げろよ、うちに出てってよ、もういいから。出てってくれ、もう。本当出てってよ、地獄行ってんじゃないの。冗談じゃないよ。もう許さないよ、ほら。出てってよ、うちを。お前みたいな苦情したくないから、私出てってよ、もういいから。感想だけだ。いやでもさ、俺ほんと多分なんか親フラ動画で再生回数とかすごい言ってる人とかいるじゃん、事故映像みたいな、衝撃映像みたいなんでさ、多分元祖なんかなんだろう、親フラ動画で再生回数がドカってバズったのって多分俺が初なんじゃないのかっていう、うん、多分俺初じゃない、下手したら違うかな。いや俺よりも先にこういうことがあった人はいるかもしれないけど、多分その人って仮にあったとしてもバズってないじゃん、うん、YouTube とかでとんでもない再生回数いったのを多分考えたら多分俺が初なんじゃないのかなってぐらい、あのほら YouTuber でさ桐崎英二いるじゃないですか、あの親フラっていうか家族出してなんか親に怒られてるようなんでなんか再生回数取ってるやつ、桐崎英二さ、あれ確実にあれ台本じゃん、うん、桐崎英二がさ台本なの分かるじゃん、あれってもしかして、まあ、俺はガチなんだけどまあみんなも分かってると思うけど俺はマジでガチなのよ、うん、もしかして桐崎英二って俺の動画見て、俺のあの転載された動画が親に怒られてるのがバズってるのを見て、これ台本で言ったらワンチャン YouTuber いけんじゃねっていうんで上げ出してやったって俺思ってんだけど、だ桐崎英二絶対俺の動画見てさ、これいけるって思ってこんな再生回数いくんだって言うんで、これで台本じゃあうちの 親とか、ね、家族とか出してこれで台本や組んでやろうとかって言うんで、俺の動画きっかけでバズった可能性あるんだけど違うと思う、そうかな、えだってさ完全にあれだってさ、その家族ネタっていうか親をなんかもう怒られてるのをなんかネタにしようみたいな感じじゃん、うん、で YouTube とかでさなんか絶対検索したことあるとか、そういう同じ系列のさ、なんか自分と同じような感じの検索、親フラとかでさ検索とかもかけてそうな気するけどね。いや全然ありえるよ、だって絶対桐崎英二の方が後でしょ俺より、うん、桐崎英二より絶対俺の方が先だと思うよ、いやマジでありえるよ、な桐崎英二って俺のおかげでヒットした可能性ある、本当に俺をあのモデルというか素材っていうかさ、俺のなんかそのまあ俺の場合リアルなんだけど、その動画をヒントに、あ俺も同じことやればいけんじゃねえのみたいな、桐崎英二もう絶対億以上は稼いだと思うんだけど、そのさ桐崎英二あの俺に投げ銭してよそれ桐崎英二見てたら、見てるんだろお前ね、俺のおかげでお前はね、俺の動画を見てアイデアをね、アイデアでとんでもない金を稼いでんだからお前、ちょっとぐらい投げ銭しろやマジで、あとトイレ行ってきます。桐崎英二とかも全然見てないな。今も再生回数とか取ってんのかな。
俺が桐崎英二知ったのって、俺がニコ生まだやってた時に、なんかお前と同じような親フラネタをして、なんか YouTube で活躍してるやついるぞ、再生回数がすごいやついるぞとか言われて、ニコ生時代にリスナーにコメントで教えられて、で見に行ったんだよね、うん、そのリスナーのコメントで初めて桐崎英二知って、うわ確かにちょっと似てるなとかつって言って、そうそん時なんかまあちょっと似てたから多少ね、まあ似てたつか、あっちは完全もう台本なの分かるけど見てれば、うん、なんだろう、まあでも一時ちょっとだけ見たんだけど、まあでも一切もその後見てないから、しかもそんな大して見てないけどね、その見てた時。どうなんすかね最近。あ、ポンパーです。いやーほんとねどうなんすかね、その藤沢さんって人は知りません。いやマジで桐崎英二、俺を題材にして自分で YouTube でヒットした説あるよ本当に。あ、そっか、12時変わったから、あ、12時回ったから、日が変わったから、ポンポンがまた配られたのか。パスやめたのですか。やめた、完璧にやめたってわけじゃないけど、まあ行ってないっすね最近。最近っていうかもう数日間でしょうけど、いやなんかもう最後右打ちランプの台を店員に消されたんで、まあまあ、俺が打ってたわけじゃないんだけど、それからもうやる気なくして、もうまあ一応今月誕生日好きだからね、普段よりアイテム飛びやすいかなっていうのもあってやってるんだけど配信。あ、ポンポンどうも。いやでもやばいよ本当に。だってさ、誕生日好きってさ結構アイテム飛びやすいじゃん絶対、普段よりでもマンスリー俺完全圏外だからね、誕生日好きなのに、誕生日好きなのにもうマンスリーとか圏外だし、今月あれですよ、ふわっち13万ぐらいですよ今自分に入ってきてんの。まあ、投げてる、みんなが投げてる額はこの2倍ぐらいだけど、今月13万ぐらいよ。やばくないですか。マジでやばい、ほらみんなに見せてあげる、これはやばいよ。今月一応誕生日好きなのに、ほら2022年2月で、これが稼いだ金額なんですけど、今月のここね、合計136,000っすよ。136,292円、やばくないちなみに先月2022年1月これに合わせると1月は162,913円、やばくない。まあ先月はね、ちなみに結構配信してない日がかなり多かったから、まあちょっとあれはあれなんだけど、まあ1ヶ月フルでやったって感じでもないんだけど、
結構パチスロばっか打ってたんで。でも今月誕生日好きでさ、まあ毎日やってたわけじゃないかもしれないけど、あと配信時間も正直そんなに長くないんだけど、うん、でも言うても誕生日好きでこれやばくない？まあちょくちょく配信はしてるしさ、やばいよ、うん、マジでやばいと思う本当に。うん、これはやばいっすよ、うん、あ、ポンパー出す。まあ多分ね、もうほんとガチで多分ふわっちは今月いっぱいで多分、いや、もうほんとやめるかもしれない。来月からニコ生やるかもしれない、うん、ちょっとニコ生だと来場者に対してお金くるからさ、そっち拾いに行った方がいいんじゃないのかなってぐらいの多分もう投げ銭になってきてるから、うん、まあ俺ナイス取れないからさ、まあリスワンはまあ1日1万だから、まあ言ってもあれなんだけど、まあリスワンも取ってないし、その投げ銭以外のあれがないからふわっちで俺、うん、これだったらさ、もう来場者に行ってお金もらえるニコ生やった方がいいんじゃないのっていうぐらい、多分だけど来月からニコ生やろうかなって思ってる、うん、村まこでも栗賞月21万、うん、なんかさ、でもさ、村まこでもって言うけど、なんかぶっちゃけさ、なんていうの、そのあれなんですよね、村まこちゃんがじゃあ、あの1ヶ月にどれぐらいの頻度でどれぐらいの時間やってるかにもよるし、あとその投げ銭があるかないかでも変わってくるじゃん。まあニコ生って投げ銭還元率大体4割ぐらいなんだけど、あの例えばなんかそのニコ生にサンジさんって人がいるの。サンジっていうのがいるのよ。サンジってあの、あの1時2時3時の3時ね、うん、その1時2時3時の3時っていう名前でやってるんだけど、その人とかあのニコ生でね、その投げ銭が投げ、まあふわっちみたいにこうアイテムを投げるんですよ。まあそれが投げ銭になるんだけど、その中にバハムートっていうアイテムがあって、それってあの視聴者が買う金額で言うと5万5000円なんですよ。バハムート1個5万5000円のアイテムがあって、で大体それがなんかね、1個投げられると大体配信者に2万ぐらい来るんですよ。だから世界4割以下なんだけど、4割切るぐらいなんだけど、その消費税分があるから。でもそれがなんか結構そのサンジって人はなんかバンバン飛ぶらしいの。今飛んでるかは知らないけど、なんだろう、前俺がニコ生やった時にサンジはなんかバハムート飛びまくって稼いでるぞって言ってたから、だからそんなバンバン飛ぶぐらいやったら多分その村まこちゃんの21万とかよりも絶対稼いでると思うのよ、うん、そう、まあ、結局そのなんだろう、来場者のお金だけじゃなく一応投げ銭もあって、その投げ銭がアホみたいに飛べばさ、それはドカっていくわけで、うん、村まこちゃんがニコ生でじゃあ21万って言っても、村まこちゃんがどれぐらいのね、あの時間やってるかが分かんないし、配信時間プラス投げ銭がどんだけ飛んでるかも分かんないから、うん、だってふわっちだってさ、結局さ、閲覧あってもさ、投げ銭全然来ないと全然稼げなかったりするわけじゃん。まあナイス取れる人とかは別だと思うけど、うん、そうだから、なんていうの、なんかあんまりその村まこがいくらだぞって言われても、なんていうんだ、そことなんか比較してもなんかちょっとあれなのかなって部分もあるの、うん、どんだけ配信してるかが分かんないのと、どれだけアイテムが飛んでるかが分かんないから、うん、どんなアイテムが見たい、なんかあのバハムートがこうやってバーってなんか飛んでる感じでハーとかさ、火吐くのあ、ポンポンです。ニコ生のマサってやつが配信者のクリショーランキング作ってる。あ、そうなんだ。でもさ、そのクリショーってさ、実際もらった人しか分かんねえから、いくらかっていうのは、うん、それ推定でしょ、なんか来場者とかそういうもので、うん、そのもらった配信者が公開しない限り分かんないから、その配信者が公開したものの中でのランキングってことですかね。
それとも推定の感じ、なんかみんながこれぐらいの金額だ、来場者こんぐらいでこんぐらいだとか言ってるから、だからなんかその大体のそのなんかその人の基準みたいなのがあって、それの推定額、来場者とか見て、でもそんな多分あんま当てになんないと思うよそう、みんながみんなだって本当のこと言ってるかもわかんないし、ちゃんと画面見せたんだったらあれかもしんないけど、まあ最悪その画面とかも加工してるやつもいるかもしれない、まあ、そこまでするやつはそうそういないだろうけど、うん推定だが結構いい線いってる、あそうなんだ、まあ推定になっちゃうだろうね、なんか相性はなんか YouTube のあれみたいなもんでしょ、なんか YouTube のこの人はいくら稼いでますみたいな、再生回数とかそういうのでさ、なんか大体この人は広告収入いくらぐらいでしょうみたいなさ、なんかある程度の推定のやつをなんかやるサイトあったじゃん、なんかそれと一緒でしょやってること、でもさ、そのクリショーのそのランキングっていうけど、その投げ銭でガラッて変わるから、ぶっちゃけ当てになんないと思うよ、そのなんかじゃあこの人のなんかこう来場者がこれぐらいだからこれぐらい稼げるだろうっていうのは、多分その投げ銭の金額も入れちゃうとマジで当てになんない、同じ閲覧でも結局その投げる人いるかいないかでドカって多分収入変わるから、多分なんか絶対変わるから、まあでも大体この人がこのぐらい稼いだ、この人はこのぐらい稼いだよっていう、まあ、なんとなくのある程度のね、基準にはなるかもしれないけど、あんまり当てになんない基準かなって感じで、まあ基準っていうか、まあ人がこれぐらい稼いだよっていうのをなんか知りたい人は見たいかもしんないけど、この人がこのぐらい稼げたから、じゃあこの人と同じぐらいのコミュニティとか、フォロワーのね閲覧のこの人は大体この人と同じぐらいじゃないとは、まああんまそういう感じには結びつかないかな、あくまで誰がいくら稼いだかっていう、なんかそのただそこだけを知りたい人にはまあありなんかもしれないけど、ちゃんとそれがまとめられてればだけど、あポンポンです、だってふわっちで言ったらさ、じゃあ例えばだけど俺今例えば今閲覧100あるじゃないですか、100ぐらい、でも俺は例えば今半月で今16万ぐらいなんですよ、今見せたけど、あと一応誕生日付きっていうのもあるんですけど、でもさ閲覧20ぐらいで月何百万とか稼ぐ人もいるわけじゃん、マジでそこはじゃあ何が違うかって言ったら、もう本当に投げる人いるかいないかじゃん、まあ、ぶっちゃけ当てになんないじゃないですか、じゃあ閲覧とかフォロワーだけで見たらこんぐらい稼げるでしょって、それと一緒であんま当てになんないよね、だって閲覧20のやつでじゃあ1ヶ月100万稼いだら、その計算式で言ったら俺月500万稼いでないとおかしいわけだから、まあ純粋にその閲覧イコール閲覧になるんだったら、ポンパー出す、ふう。ああ、超来たー、やった、遠くの方からお前が来た、いいやった、お前が、お前が、お前が、アラブの石王、ウィルズ、ウィルゲイツ、ソートマーク、サマズ、いいやったー、ありがとうございます、いいやった。いやった、いやった、特例の方からおやだみにこ、いやったいやった、アラブの奇跡をウィドズ、ビルゲイツ、スタートワーク、スタートワーク、いやった、いやった、あーやった、特例の方10倍おやだみ、
やったー、おいがおいがおいが、あらの素敵をみなぜビルゲイツソートマークソーやったー、特命の方を選ぶ、やった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 、10倍も出ましたよ、やったやった、レチャレチャ、席を席をみなぜビルゲイツソートマーク、いやー超レンちゃん来てる、席を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 、みなぜビルゲイツソートマーク、ソーマーズ、やったやった、いせきをせきを、やった、アラブのせきを、ウィンドウズ、ビリゲイツ、ソートワーク、ソーゼ、やった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 ぜ、レチャ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 、やった、天使のような悪魔の笑顔、この街に溢れているよ、やったー、てて天使のようなな、な悪魔、まままままの声が、やったーやったー、あー10枚来たー、やった、セギョ、ウィドウズ、ビルゲイツ、さあ超やばい、レンちゃん10倍、レンちゃんやった10倍、やったレンちゃん、やった、匿名の方からおいはなき、やった、セキュー、ウィドウズ、ビリゲイツ、ソフトバンク、ソフトバンク、ソフトバンク、ソーマサイシー、やったー、アラブド、セキュー、ウィドウズ、ビリゲイツ、ソフトバンク、やったー、ソーマサイシー、やったー、報われたぜ、マジで。よかったー。いや、運営じゃねえ。運営じゃないっすけど。正直さ、今この爆投げがある前結構長時間やってたのに、なんかあれですよ、アイテムがさ、まあちょっとは飛んでたけど、なんかもう正直暮らしていけるレベルまでは飛んでなかったんで、よかった、救われた、報われた、あーやったー、おいおい、やった、あー、木山さんから、おいがおいがおいが、アラブの素敵をウィドウビリゲイツ、ソートワーク、ソーマサシ、やったーやったー、ありがとうございます。